見にくくてもやっちゃうのよアイ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 日給7ラジオ始まるよアイ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 すっぴんのアニマルサイトアイアイアイ男の子峰シンジアイアイアイ日給7ラジオ始まるよはいということで日給7ラジオ <laughs> はい始まりましたお久しぶりですね久しぶりすぎない 久しぶりえ、何年ぶり3か月ぶりぐらい,いめちゃめちゃ撮ってないねめっちゃ撮ってないわあの,あのさ、うん、毎回企画撮る時にさ「297、うん、ラジオ撮ろう」ってなるけどさ、うん、毎回なんやかんやで時間足んなくなって今日はごめん無理だラジオをこう <laughs> えラジオ担当あんたよ違ういやいやいやあんたよ分かってるよそれラジオ担当どうどラジオ撮ろうなんてないもん俺なんで撮ろうよそんなのやべえごめんなさいじゃあ,あんたが撮りなさい だってさ時間がほらカツカツになっちゃったら撮れなくなっちゃうんラジオ欲しいっていう人がいるからねそうだよ貴重なラジオリスナーの方々がいらっしゃいますから日給7ラジオリスナーがそうだよ日給7チャンネルはさ日給7ラジオリスナーに支えられてるからほんとだよ土台がね土台がやっぱそこだからそうラジオリスナーの方だから一番大事なところですからそうなんですよさあえ最近何 かかわんないからいや本当そうだよだでもまあ最近の話でしようかうん全然なんかさ本当にいつからマジでどこだ,、あのー、だあれ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 の水質とかの家 <laughs> ああああん時かそう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 えあの家からだよ二月ぐらいじゃないじゃあああ<ー>あ<う>だからそ34日鼻水えぐみたいな時だった気する五か月ぶりぐらいやばいよやばいよもう喋ることなんて大量にあるからねうん 5時間スペシャルな曲いやいやいやラジオそんなに聞いてらんないだろう <laughs> なんかあれじゃないですか最近ハマってる曲とかありますえそういう話あ違うのか最近の出来事じゃなくて曲、うんうん、曲かあの「水曜日のカンパネラのさ<ー>2二代目のコーナーでいや結構前になってんのよあ あれ結構前になったエジソンでじゃねえんだエジソンでじゃない全然前あそうなんだめちゃくちゃ前からなってんだけど面白いシステムだよねうん水曜日のカンパネラって一人なのにさ一人が脱退してまた一人入ってさその子がそれいい襲名みたいな余熱原始が抜けて余熱原始が抜けてみたいなそう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 いいんだと思ってでもなんか水曜日のカンパネラは許される感じはわかる私なんかあマジ確かに水曜日のカンパネラとコムアイ 違ったもんんねなか違うみたいなスタンスではあったんじゃないもしかしたらそうかんかあれだよね「キー・ビー・ダン」の時はね懐かしい大学の時めっちゃ流行ったねめちゃくちゃ流行ったキー・ビー・ダンキー・ビー・ダンもう俺が一番最初に見つけた自信はあるけどねみんな好きだったと思ってるわ俺めっちゃ好きだったええええそう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 で2代目の子になって TikTok とかでさ今エジソンがさめちゃめちゃ流行ってるねまあでも何やこの曲 めちゃくちゃいいやんけってなって思う、うん、で見てみたらまあ二代目の子だったんだけどああ水曜日のカンパネラに引き寄せられるんだなみんなはやっぱり引き寄せられるのかもだからえ安高だっけあれ作ってるのあそうなのえ志賀安高さんなのっっうん安高じゃねえのちょ調べてみて安高は作ってるちょってキスうん何お前友達見てに安高安高じゃないよ、うん、えっ、ー、とー いいーーのあんたははってる曲は私はもう今のアニマルですね今のアニマル剥がれ落ちたメイクすっぴんのアニマル見にくくてもやっちゃうのようですよわかんないあのデコニーナさんっていうさ <laughs>、うん、あえっとねあのボーカロイドの違ったかもボ,カロ,ボカロピーがいてうんその人が作ったやつバンパイアの人やね作曲編曲が聴いてる <laughs> はい、はい はははいいいじゃないよヴァンパイアの人ヴァンパイアああはいはいはい私ヴァンパイアの人そうそうそう昔からね長く活動されてきてるけどデコニーナさんもともとニコニコ動画でボーカロイドの曲を上げたりとかしてた人ではあったのでまあその人の曲が好きですっていう話なるほどねあのそして今 SUMM のカンパネーナの作曲者トラックメーカーうんああいいじゃんうん が、ええー、剣持秀文でした。ああ、ごめんなさい、でも。剣持秀文でした。ごめんなさい。剣持筆文さん、秀文さん。えっとね、でも、いや、俺名前は知ってたけど。え、うん、多分、水曜日のカンパネラがメインだと思うな。うん、あ、そうなんだ。<laughs> そのわけで、いろいろやってらっしゃるけど、割とメインな感じなんじゃないかな。うんえー なんかさ作曲者とか調べあのアニメのさ私あのチャンネルアニメ妄想道場っていうさやつやってるじゃんチャンネルあれ入ってからあれ入る前もその有名なさ例えば監督名細田守とかそういう有名な監督名のところは押さえてたんだけど原画とかその作家とか。 あこれ誰々入ってるみたいなのをすげえ見るようになっちゃってアニメとかさと監督もコロコロ変わればさ、うん、一番ごとに違うなんて、ね、一話ごとに違うなんてもう全然ざらですからわ、ねうんうん、かるわかるわかるいやすごいなって、うん、これこの話手がけた人だって、うん、めちゃくちゃないもんねで色,色,色っていうかさ、うん、その話の色見るとあれこれもしかしてあの人入ってるみたいなうん、うん、あるあるある,ある,ある作画で誰々入ってんなみたいなのもちょっとわかるようになってくるのよなんかあるよね てかさ細田守が初めて長編が書いたのが、うん、あれなんでしょワンピースの映画なんでしょワンピースが一番最初じゃないよえワンピースが初めての長編の映画映画当演んかねあれだよあのー、デジモンだよそれの前にデジモンやってんだデジモンやってるあそが一番最初細田守じゃないか俺が言ってるのじゃあこれ。 細田守かうんあの時かけの人でしょそうだ細田守だそう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 っうそうそうそってうそ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 うーうそうそうそのやつだあそまあってなるよねあれなんかさやっぱあの人いいのがさやっぱこの肌色うん光をさめちゃくちゃこうあうしかうそ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 うん肌色う がすげー好きなんだよねなんかわかるなんか薄暗い感じというかさ薄暗い感じあるうんすっげえ薄暗い感じあれがいいよねやっぱね、うん、ただ俺なんか目の目がねなんて言う黒目がちっちゃくて、うん、線が細いから、うんうん、なんかなこう古さを感じるねなんかああいやわかるわかる、うん、昔の感じあるよねそうだね今って本当に丸っこくて肌にツヤあってうん で色めっちゃトーンとかも貼ってるじゃんなんなら目の中の色彩をめっちゃ凝るっていうのが今の画風だからね,、うん、ねあのキラキラにしたりとかさ、うん、反射で何が映ってるかとかうん目で映したりそれこそジュジュ、うん、すいませんあの虫と,虫,<が笑>虫と戦いながらラジオを撮っております虫がすごいこの家はいすいません何虫と戦いながら我々はラジオを撮ってます、うん、そうですよすいません あの呪術廻戦のさそれこそあのほら先生闇を払っての先生の目とかめちゃめちゃ綺麗だじゃん宝石みたいにあれが多分今のトレンドなのかなって思うあの進撃俺めちゃくちゃ見てるじゃん見てるね進撃のみんなの目めっちゃ輝いてんだけどあの始祖のね話進まねえ虫めちゃめちゃいるじゃんこの家始祖の巨人の継承者 だけ目が変な感じになのよ、うん、その目の輝きめちゃくちゃかっこいいからみんな見てほしいこれ、えー、何話ぐらいに出てくるのシーズン何の何話かなシーズン3中には出てきたよシーズン3シーズン3のほらさリヴァイとさ、うん、あのケニーのさ、うん、伝説的な戦いあるやん,うんや覚えてないなケニーってあれかなんでお前これ覚えてないのもうケニーってあの猿の違う違うそれは着物の巨人ねジークね憲兵団 リヴァイを育てたやつ。うわ、あったかも。うん、リヴァイはほら、スラム街でさ。うんうん、もう本当、その娼婦の。うん、なんか。で、できちゃった息子みたいな感じで、部屋でこう。じっとしてる。ね、汚い、小汚い子供だったけど。うんうん、えっと、ケニーはね、そのリヴァイのおじなんだよね。うん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 。で。まあ。えっ、ー、と、その。だから、叔父だから。リヴァイの。うん お母さ妹の様子見に来てもうやばいって状態になっちゃててこれがこいつの残したものか唯一残したものか片身形見かみたいな感じで育てあげるのよね全然覚えてない育てあったっけそんなそのその辺で「シ祖の巨人」のやつがめっちゃ取り上げられてる何話で出てくるのそれんかその辺を見てああなるそのケニーのところで出るってことねめちゃくちゃみんなそこ好きだから絶対ああそうなんだ もう,もうそこよ本当ならんななケニー対ディヴァイよ結局 <laughs> 結局ってなるのあとさ最近あのあれ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 進撃の巨人で」で、うん、覚えてないと思うけど、うん、あの,あのお前すらじゃん <laughs>、ね、ベルトのとライナーが、うんあの「実は俺たちが巨人だったんだ」って,言ってはいはいはい分かるよ、うんその後に がって巨人化して、エレンと、あのライナーが戦うところ。がうん、あった、あった。うん。そのところの階層でね。アニ対ミカサのシーンを、なんか、なぜか思い出す。うん。エレンが。あれ、なんで、俺、今、こんなこと思い出してんだっけって言って。アニ対。その。ミカサ、思い出すんだけど。うアニ対ミカサ、これ、どっち勝ったか覚えてる。ミカサ。ミカサ、が勝った。ごめん、かん。かん。うん。覚えてない。覚えてない。覚えてない。うん。 今最近見直したからさ全部覚えてんでしょ違う違う違う私もう全くその辺の記憶あんまないよ兄対三笠ようんまん多分この言い方だったら兄なんだろうね多分兄でしょ違うのよないのよこれびっくりじゃない違う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 あのエレンが兄にやられんのよでこう締め渡されんんうんあ あれか昔のあのあれかみんなで訓練してる時にの話かああはい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 あるあったあったグッと抱き締めるじでグッと締め渡されてなんかそのもっとこういう力の使い方を覚えなさいって言ったらライナーが飛ばされてドーンってなってきて三笠がゆっくり歩きながら嫉妬してるよね兄と抱きついてるだけだから何それ私にも教えてくれるっていうすごいいいシーンなんだけどいいね おーこわっつって周りのやつらが集まってああそうね盛り上がるよね盛り上がる盛り上がるあれ俺今なんでこんなこと覚えさせたんだろうって言って戻るの、うん、気になるじゃん気になるこれさ俺結構さっき調べたのよネットでもウェブでも確かねなかったと思うのよねこれえ<ー>知ってる誰か <laughs> いやいやいや聞いてる人にいや分からんもしかしたらこのねあのまあ漫画山先生のか,かそうね何か,かインタビューとかちょっとごめんティッシュだけ撮ってもらっていいですかいや,かい,やいいじゃないですかこれすごいよかったなあシス踪の巨人の目だけごめんサイトに見せとこうか、うん、見せてくれるの、うん、進撃の話ばっかりしちゃってるけどごめんなさいね最近あった出来事の話もしますそうだねてか、うん、もうなんかなんなら全部カットしてもそこだけ話します確かに確かに <laughs>、うん、えー、っとね この目よくするじゃんで、ね、もゼオンみたいなねいやもうこあの「師匠の巨人継承者」しかいないよあのー「金色のガッシュベル」もね4話が配信されてやっと <laughs> ガッシュ2、ね、あそうだね、うん、ガッシュベル2いやーいいですね最近リブートリブートが多くてありがたいですね、はい、最近はねあれですよ、うん、エレガント人生さんとコラボ、うん しましたね。とかエレガント人生だけじゃないけどね。本当にそうあれそこも言ってないのか。全部言ってないから。一個一個言っていくか。うんうんまあゆ言っててもいいんじゃない。玉浦学園バキバキ童貞でエレガント人生さんうん。でまだコラボもたくさんあるから。そうだねしようと思ってるね。去年去年あたりだっけ今年は俺コラボするからうん言ってた言ってた。うん。こんだけ続くと思わなかったね。そうだね。もう次々やっぱ決まって決まってだから。 月に人ぐらいでコラボしまくっていくんじゃない今から。いやありえるね。楽しいよね<に>でも。楽しい。男女コンビがほとんどかな。なんかいいよね。でも馬気道は男女コンビじゃないか。<laughs> まあまあまあ、ホコ田さんいたけどね。<laughs> ホコ田さん。<laughs> あの馬気道のさチームが入ってくるときにさ、うん、あのー、お手伝いでね。うん、うちらカメラ その後輩の子にいつも持ってもらってやるわじゃはいはい、はい、そうだね虻ちゃんのねそう今回虻ちゃんで、まあ、これの詳細はさ、うん、俺あの NG 集におまけでつけるからあ言わ,いいい、うん、言わない方がいいじゃんうん言わない方がいい言わない方がいい言わないがいいでもラジオでちょろっと言ってもいいんじゃない,ない,い,い <laughs> まあまあいいよ別に <laughs> いやいやいやじゃあやめようかいや言うね言うてねえようんまあその NG 集の最後のおまけでちょっとつけるんでああわかりました今そのバキ と出会った瞬間結構面白かったからぜひちょっとそれを見てほしい、うん、なんかえ言わなくていいじゃん言わなくていい分かって言わないとか。<laughs> どっちでもいいけどね、うん、どっちでもいいよねうん。どちいいなんでこんな揉めてんのどっちでもよくないどっちでもいい <laughs> なんで言いたきゃ言えばいいのに <laughs> いやなんか,だか言,わ言われたくないのかなと思って久々に話すからかなんすごい気遣って喋るね確かにそうかも <laughs> タイミングつかめないねやっぱ会話のテンポが いやなんで <laughs> 普通にしゃべればいいよくないな,なんかラジオ確かに久々に撮るとこういう弊害が生まれてくるのか隠居、うんうん、<laughs> 発動中だね隠居発動中何か <laughs> 結構私の特性 <laughs> 本当にガーッと一時期仲良くなって、うん、めちゃくちゃ打ち解けれる「兵しても大丈夫兵しても大丈夫か大丈夫じゃないかが私結構本番やだラインだなそれ <laughs> <laughs> 仲いいか仲良くないかのラインにいないや知らないそれア <laughs> ウト編で出てきたよ スノーで「えいえい」ってこうつくやつああおったかもこれ気に入ったやつにしかやんねえんだみたいなよくお前そこ覚えてんないやいやめちゃくちゃまあでもそういうあれだよ「へぇ」押しても大丈夫か「へぇ」押しちゃダメかで結構分かれるけどでもお前めっちゃへぇするもんなまあ峰は割と峰は割と「へぇ」しても大丈夫ね後輩も結構大丈夫アブとか達田とかも達田とか最近にはもうおならしちゃったら「あごめんおならしちゃった」ってめちゃくちゃするもん 言うようにしてる言ううよにしてるって言うと変だけどなんだけどやっぱ私一定期間さまた会わないくなるとさリセットされちゃうみたいなかるわかる分かるまたおなら聞かせるまでの期間がちょっと長なるっていうちょっと寂しいよね寂しくないし誰も聞きたくないのいやんでいいじゃん仲良しの印だよだっていや本当に嫌だおならするかしないかってなんか お前スカトロ芸人みたいな感じで感じがされちゃっう。いや、やめろスカ,太郎スカトロとか言うの。いないけど、スカトロ芸人の。いやだよ私、うん、私。これも。しなくていいの。するよ。玉色学園とさ。<うん S 2> ほら、バキバキ童貞と。うん エレガント人生やった人の名前あげるもう陰キャすぎてさ中身一つもないだろお前ま井らはさほら年近いしさ学生芸人時代からもう知り合いだったわけじゃんそうそうかそこの説明はみんな欲しいと思うんだよね一応言っとくと俺らが大学4年生の時にの2年生の年生おでんくんがおでんが2年生で渡が1年生だねそう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  でなんか大学ってこう大会があるんだよねみんなが集まってやる大学芸会とか、うん、大学のお笑いサークルが集まった、うん、お笑いの大会があったそうそう誰が1位かみたいなそう大会そうそうそう,うそ,、ね、そうそうそう,うそ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 、ね、うそ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 う組んでうそ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 ううそ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 う 時に、うん、えーまあ、なんやかんやかねねあったんだろう、ね、おでんと渡辺、うん、りなちゃんとかそうだねで何やかんやって向こうは向こうで玉井学園っていうのを結成したよ、ね、うんあともう一人いたよねもういた本当はトルヨだったけどそう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 引退したかとも違うコンビか,かな、うん、でえー、ライブではちょくちょく会ってたりはしたのよねうんうんそうだね年に23回かなでもだってキングオブコントのねうちらの、うん 入り時間の時に玉ゆらが出てて爆笑かっさらってたの見てるからねそういうのもあってそうそうそうそすげえなみたいな感じのもあったしであってでまあほんとでも LINE 交換ライ LINE 交換してたわなんかライブでおでんと私もおでんと交換してたかもなってぐらいの中だってでまあコラボしましょうみたいなコラボしようって俺と LINE 送ったんだそれは。 あ声かけてまずは玉らと馬琴と君さああ仲良しというかね仲良しまだ両手で届く人たちだしねでもまだなんて言うんだろうこう玉らも馬琴も一緒に地下街にいた時のメンバーっていうかさ地下ライブとかそうだね地下芸人的なねうん同じとこ出身なとこんだよね馬琴と分かる関かる畑は一緒だよねそうそうそう バキドさんも同じ感じやねライブでよく会っててそうグンピーさんはね、うん、グンピーさんと土岡くさんうん実は同期だったっていうねもうさごめん同期って言われてもやる気何年目か分かんないからうんふ不明 <laughs> 私,私もう芸歴関係なく、うん、年上だったら敬語にしてるからいやそう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 ,そう、うん、間違いないそれうん間違いないよね、うん、グンピーさんとか私民を使える年じゃないあの人無理だね同期とか3何歳くらいでしょ 2>, <laughs> 2とか3くらいかな 1>、うん、一1回社会人経験されてねもう1回やられてるからそう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  やそこはでも本当の能力高すぎるよねそうだね面白いよねやっぱ誰の話してるああでもまあどっちもだけど特に春彦さんとかはさ「春と飛行機はすごいじゃんやっぱバキバキ童貞としてこう今ね何つうのネットというか YouTube でこうやってるけど実際トークも面白いしコントもめちゃめちゃおもろいんだよっていうのは なんか思うよね面白いね玉由良もすごいね、うん、まあおでんがやっぱ相当面白い人間だからねホントすごいねあの子はすごい、うん、面白いことが思いついて面白いことできるタイプだよねマジで、うん、りなちゃんもさ、うん、マジでお笑い好きなんだろうなと思うんだけど、うん、もう何でも拾ってくれるんだよねなんかケかそうだとかね 全ガーって言うからあの子もお笑い人間あの子もお笑い人間あれすごいわりなちゃんもねいいのよいや相当面白いんか人気出るべくして出る2人いやそうだねうんわかるわかるあれは何やってても人気出るま出る出る私はすごい好きだなでエレガント人生さんもねほんとつい最近1週間前とか1週間前いやもう3日前4日前よいやそうだっけうんそうか3日前4日前かそうそうそう エレガント人生さんに関しては俺らも初対面だったからねもうネットの人だよねネットで見て「うめっちゃ面白い」って翔子さんの TikTok を見てそう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 俺らめっちゃ面白いってなってエレガント翔子そうエレガント人生翔子でこう吉本興業って見てえ待ってこの人もしかしてコンビってなってで中込さんのコンビの YouTube もねそうそうそう 中込さんもね単品で TikTok もやられてる、ねねうん、やられてる、うん、いやもうネットの人っていうかさだから実際会った時になんか有名人に会ってるみたいな感じの感覚にはちょっとなったなんかネットの中の人だ、ね、でもそうだねなんかそれ一緒に撮影してる時はちょっとなった俺翔子さんああ演技うまいよねうまいねお二人ともしかも、うん、面白いわどっちもうまい <laughs> すごいよななんかあの 玉まらとか馬機動は割とやっぱ舞台から来た感がすごいのよねお笑いお笑いしたいしうん、うん、でまあなんかあのおでんとかに関してはすごいさ、うん、あの映像の感じはすごい分かってるけどさ、うん、エレガント人生さんさめちゃくちゃ映像に合ってる映像でやる分にめちゃくちゃ向いてる人たちだなってめっちゃ思ったわ。とかで見見たたいいちょうど見たい、うん 人たちなんだよねかなりめちゃめちゃ面白いよねわ、うん、かるわあれうまいな本んに、ね、なんかすごいこう単独もさやれれるみたいじゃん舞台のコントもめっちゃ見たいなって思った一回も見たことないそれに関してはすっげえ興味出るというかとなんかその聞いたのよ「うんうん、でキングオブコント」は出てないんだってね今年。あ そうなんだキングオブコント関係なく、えーうん、普通キングオブコント前に単独打ってさキングオブコント頑張ろうって人芸人、うん、が結構いるわけじゃん,うん、うん、でキングオブコント前に単独打って、うん、キングオブコント出ないっていう、うん、ど,どういうことですかって聞いたらもうなんかその、まあ、いろいろあって吉本のいろいろあって SNS で人気の人たちを単独やろうっていう期間ね今ね。うん、であのー、あれらしい1本10分とか15分とか結構。 うわ見て見てやるって言ってたから、うん、これかなり気になるよね配信見るわ配信は変えるのかな多分配信は多分変えるあのー、もう舞台のは多分速感だったよねうん劇場のはもう即だけど、ねうん、配信は見れるらしいので、うん、いやもうね舞台の本当見てみたいね一回も応援してないからな舞台で。 確かにもうだって事務所も違うしねそうだね最近あの吉本の劇場よく行かせてもらうじゃんそうだね本当にあの月1ぐらいで行ってるくない神保町か無限大のどっちかをそうだね月1今月も行くしねそうそうそうありがたいことにね呼んでもらってだんだん仲いい人増えてきたね吉本芸人の人もあってこんにちはっつってこうねつってやっぱ芸人ね悪い人いないのよ SNS でしかも強いのさ吉本多いから本当にいやそうだね マジでコラボしまくるだろうないやめめちちゃゃありりがたいやてでもなんかコラボしてんていうの YouTuber 同士のコラボってさコラボしただけでいいじゃんなんか話してて芸人はさ面白いことをしないとってんか思ったねいやんかねしかも私コラボ用にさネタ考えるじゃんこういうことしたいああいうことしたいみたいな。 確かに、これ、うちら二人じゃできなかったなみたいな。<ー>割とこう幅広がるくない?。なんか。ね、このメンバーで。どういうネタやろうって考えた時に。うん、あ、二人じゃ、これ無理だみたいな。うん、この四人じゃないとできないみたいな。まあ、それありきで。考えるけど。うんうん、なんかもう。もっとコラボして。うん、もっとコラボして、例えば、エレガント人生さんと。今から、もう三十本とか取って。うん、<laughs> めちゃくちゃ。高みを目指すのも。うん、なんか。 あありりっちゃありだなって思う,う4人でてっぺん取ろうとしてる <laughs>、えー、だからやっぱ面白いのを作んないといけないから、うん、俺らお互いで合計45本取ってるけど今度、うん、まあ今の俺らができるぐらいのちょっとうんまあみたいなぐらいまでしか俺までいけてないと思っててああなるほど高みを、うん、もっともっと最高に面白いのを今から4人で作っていくの相当ありだああ楽しいね玉枝も含めてね玉枝とかまたバキドとか この人たちだったらこういう色のコントみたいなふうにできたらめちゃめちゃ強いよね4人で最強のさ、うん、ネタ作ってさ4人かどこのコラボか分からんけど最強のネタ作って、うん、あこれっておのの別々芸人なんだみたいな感じで広まるとかが俺は最高かもしれない,れい,い逆にさライブでさシャッフルコントみたいなああ、ね、て、うん、その演目ごとにさ、うん、出る演者変えてさ、うん やるみたいなさ舞台、ね、用のコントを、まあ、配信もありにしてやるってもいいよ、ね、うま、んうん、だから本当にでもただコラボするだけだとダメだ、ね、それでもそれではないな、うんうん、本気で4人で最高のものを作りたいっていうのが、うん、思った俺コラボしてて。 宿みたいなの借りてさあそれはやる熱い話夜してお互いのお互いのお笑い論とかぶつけ合ってバッチバチに高め合った状態でそれ配信したいかも,も、ね、<laughs> 男は男で女は女で「明日マジでやるぞ!<ー>」とか言ってこうやって挑むみたいなのだったら面白いね、うん、面白いねうんまあでもそういう会をねもうけてもいいよなマジで <laughs> それ面白いなでも本当にそのなんかさねみんなで集まるグループみたいなってさうん、うん 最高のコント集団みたいな感じそれこそさ俺本当にあの「はねとび」とか「笑らいぬ」とかみん好きだったからそれずっと言ってたなみねもそういうコント集団を作って今から YouTube のチャンネルかわかんない番組か何かかんないだってね芸人なりたての頃もさ「羽ねび」みたいなのをやりたいっていうので飛び込んできてるじゃんテレビでそうそう うん、ああいうことしたいっていうのをやってるからまあその夢は叶えてもいいと思うよやりたいわ、うん、確かにねこんだけ人数いたらできるねできるできる全然できる相当面白い人たちが集まってるし、うん、だからここにさ、うん、三つ島がさもうクラファンで金集めまくってさ、うん、でディレクターみたいな人たちも用意してほ、はいはいうん本当にで超プロの編集の人も用意して、うん、本当にテレビみたいな いやテレビでやりゃいい、ね、じゃん、うん、まあ、でも放送ほらできるかできないかみたいなのもあるから <laughs> <laughs> そんな際にネタやるつもりか、うん、そういうのもあるから、うん、まあ、でも、うん、あ,ありだなやっぱコント集団作るの絶対楽しい、ね、なんていう名前するコント集団え何でしょうかな 自我っていう何で,でだよ <laughs> なんで自我にすんの自我はだせイか自我はダセイか,<ー>セイか,かメガとかギガだと思ってる最初いや違うなと思ってどういやでも、うん、えっと何々ランドにしたいわランドラランドが俺はでもラ,ラランドも入れ<黒>入れ,ればいいラランド入れてランドとかランドやったらララ ラランドも入れりゃええやんそんなんだったらラランドのチャンネルになるかじゃダメかみんなのものだからなでもラランドリーダーみたいなすればいいじゃんラランドリーダーになるか俺が今主催なのにネットでささやかれてるぐらいでいいよなんかさギガとかテラーとかあるじゃんあるあるそういう あのあれで上のやつがいいね。ああ<ー>。俺らの動画の容量重たいよぐらいの。ああ<ー>、うん。相当情報量あるよみたいな。えでも軽いのもいいんじゃない。逆に重くするんじゃない。バイト。バイト。違う違う,違う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 。うん、俺ら各々のすごい個性がある。そういう集団が集まってるから。情報量多めだから。テラとかメ。ね、メタとか,かな。わか<ー>んないけど。 マクロッチみたいな。マクロッチ。え、なんその調べていいじゃんもう、ね、結論出ないから。<laughs> マクロッチで。行こうよ。ミクロ、マクロ。れギガ、テラって言ったら、大体出てくる。まあ、そうだね。ペタとかかな。ペタね。えーっとね。ペタは出せな。ペタダサいね。ペタペタマクロッチっていうのと、うん。エクサ、うわ、出せ。エクサ、ちょっとあれだな。うわ、でもエクサまでしか出てないな。エクサ。 テラペタエクサしかないこれより上って何なんだろうエクサっていうのどうエクサ <laughs> エクサあこれかなうん,うーんないなうわマジかえーっとね、A、エクサペタテラギガあ多分これだメガギガテラペタ,ペタエクサ、うんうん、ゼタゼタ ゼタをせえみたいなゼタゼタいいじゃんゼタいいねゼタいいじゃんゼタっていうのも一緒かそれもちょっとあれだけどなまあでもいいんじゃないゼタゼタゼタいいねなんかあれえ何何絶対でゼタ絶対でゼタって読ませる絶対でも一個あんとしてありだわありだうん絶対でゼタって読ませるそう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  こんだけね俺らら。が集まれば情報量多いからゼーーこい本当だよなあのうちらのさ、うん、ほら YouTube の、うんまあ、生配信とかでさ、うん、あのしゅうせ、ん、いあっしゅうせいねはいはいはい俺のシェフそうシェフがシェフね。あのよくいつも料理を作ってくれて「うん、お待たせしました」っつってこうエビチリとかさこうやって持ってきてくれるじゃん あの子の単独ライブもつい最近あったのよ。のニュートンズっていう、その渡辺のね、うんうん、あのトリオね。<う>芸人やってて、修正、うん、も。うん、ま見に行ってさ、うん、めっちゃ。良かったよね、なんかフ。うん、フレッシュ。フレッシュ、フレッシュみたいな。<laughs> フレッシュだったね。めちゃめちゃフレッシュ。<う>私なんか。 友達とかさ多分単独ライブ、うん、そのニュートンズの友達だったり、うん、まあニュートンズのファンがさ、うん、みんな集まるわけじゃん、うん、あの会場に、うん、めっちゃ会場もあったかかったしね単独やりてーって私思ったよなんかあれ見て楽しそうってやりたいってんかさ本んにその笑う人たちが集まってたというかさ、うん お笑いライブで俺あんまり見ない客お客さんだなと思っていやまあでも確かに、ねうん、あれが渡辺のお客さんなのか、うん、その身内なのか本当にお笑いファンで来てるのか声こもってる声こもってるうんいやなんかでもあれがニュートンズのファンって思うと、うん、ニュートンズいいなって思ったわああ、うん、本当にちょっとみね声遠いかもいやだ多,分多分大丈夫大丈夫大丈夫、うん アにくいからにらむのやめハじゃないよまあでもその1年目2年目三3年目3年目ぐらいじゃんそれで単独打つってすごいねであんだけのお客さん集まるってすごくないまあ好き勝手やってたねうんあのまあ私もさこう297のこっちゃん選手としてさたまにまれにね声かけられることあんのよ あれもししか YouTube やられてますかみたいなあるかなって思ってしかもお笑いファンばっかだしでこう差し入れみたいなのもさ受付で言うじゃん「あ、あのお名前は?」って言われて「あ、すみません297からです」って受付の人に渡してさ「あっ2 9なの」ってなのかなってなんかちょっとこうんつうの天狗になってるさ感じの心もあって「297俺だから」 ちょっと待て、ちょっと待て、お兄さん。ふふ級なら俺だもん。ちょっと待て、ちょっと待て。マネージャーさんかなと思って。違う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 。二級なの二人だから。うん、いつもマネージャーとお前でやってるわけじゃないだろ。二級なの二級なの,の俺がやってる。なんでマネージャーの人お笑いやってんだよってなるから。<laughs> マネージャーにエッチなことする二級なさん。俺のこと。 って面白いなお前ががやだよなんかそんな足長おじさんみたいな感じの扱いなんかそういう感じかなって思ったら別に別にそんな多分受付の人がさお仕事してる人やしまあまあそんなこともなくまあないかって思って帽子外してさマジでノーガードでライブ会場入ってで周りえ日297だ!」とかなるかなって思ったら一切なんなくて出て。 きょろきょろしたななくていや斎藤わかんないんじゃないみんなやっぱええそうなんかかぶってないのかなって感じでしたけどわかんないと思うああそうだって私友達に会ったけどあそこの会場で斎藤は斎藤だもん斎藤は斎藤だもんあこっちの選手うんまあまあ別にどっちもいいよもうこっちの選手はこっちの選手やっぱ俺が日給7みたいなとこあるよマジでえっ まあそんなこっちになっちゃったショック受けんなっていやいやショックじゃないけどけんなってショックじゃないけど、うん、こういう男女コンビって普通女の方がフューチャーされんのよそうかな違うどうなんだう違うのかなどっちでもいいよ <laughs> いや確かに峰君顔バレー結構あるよね、うんまあ、声かけてもらうことがありがたいことに峰君は多いかもなまあ皆さんね、えー、体調なりはい 心のね休養とかも大事ですからうんそうだねもう休みながら行きましょうもうまあそのあのいろんなものに触れて自分が触れたいものに触れて癒されるっていう時間も大事めちゃめちゃ大事だと思うそれははいけどこれですじゃあまた日給のラジオえ次回次回はね質問とかもちゃんとああそうだねちょっと時間の尺足りなくなっちゃったからすいませんすみません長くしちゃううんちょっとまたやりましょうはい ありがとうございましたまバイバイ,バイ,バイ